Bonjour! 皆さん、こんにちは。オンラインフランス語学校オンサンブル・オン・フランセ講師のマチューと申します。どうぞよろしくお願いします。今回のビデオのテーマは、フランス語の認証代名詞 il と elle のコツです。どうぞご視聴くださいませ。フランス語会話の中では、はっきりとした il と elle ではなく i と e という短い省略が出る場合があります。例文を取り上げますので、よーくお聞きになってください。Il est gentil. Il est gentil. Il aime les chats. Il aime les chats.まずこの2つの文の場合は、il は il のままですね。省略できません。そして、次の文をどうぞお聞きになってください。Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut になってますね。正式的に書きますと、il faut になりますね。il。しかし、会話の中では、il fautによくなります。次の文も取り上げます。Il y a un problème. Il y a un problème. いかがですか？この il y a ですが、きちんと書きますと、書くときは、il y a、il y a ですね。皆さん慣れてらっしゃると思いますが、il y a の il は il ですね。しかし、発音するときは実は いや とよく言います。そして、il y a un problème の否定の文です。il y a pas de problème. il y a pas de problème. この文にでも、いや、やになっていますね。それでは皆さん、il だけではなく、elle も実は同じく省略することができます。例文を取り上げます。Elle prend le bus。それが、elle prend le bus になります。もう一度省略した形を言います。elle prend le bus。もう一つ取り上げます。Elle veut aller où? Elle veut aller où? この Elle veut ですが、正式的に書くときは Elle veut ですね。皆様、いかがでしたか？ありがとうございます。Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.